安上淳平は、滋賀県愛知郡出身のプロサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。東京都社会人、サッカーリーグ、南区津 SC 所属。1993年、5歳の時、J リーグの開幕とともに、数に憧れ、ボールを蹴り始める。地元の越川ジュニアフットボールクラブから、セゾンフットボールクラブを経て、滋賀県立安高等学校3年時には、 第84回全国高等学校サッカー選手権大会で、滋賀県生初の全国優勝を果たし、同学年の青木光太、平原健、一学年下の犬井隆田中雄大らとともにセクシーフットボールで注目を集めた同校の主力メンバーとして活躍した。高校卒業時に、プロからのオファーがなく、 同志社大学に進学するが、川崎フロンターレの向島立てスカウトの誘いにより、在学中の2009年に特別指定選手として、川崎フロンターレに在籍。8月23日のモンテリオ山形戦で、J リーグデビューを果たした。2010年シーズンに、プロ選手として、正式に入団し、5月5日のガンバ大阪戦では、初ゴールを含むハットトリックを達成した。 2013年1月8日、セレッソ大阪への完全移籍が発表された。2014年4月12日、ガンバ大阪戦で、J1 リーグ通算100試合出場を達成した。2014年9月15日、天皇杯岩田戦、J1 リーグ柏戦とセレッソ在籍史上初めてに、連続で先発し、軽快なドリブルで勝利に貢献。 2016年、サガン・トスに完全移籍。しかしトスでは、リーグ戦わずか試合の出場に止まり、2016年7月、オーストラリア A リーグのウェスタン・シドニー・ワンダラーズ、FC への完全移籍が発表された。2018年1月、清水エスパルスへ完全移籍。同年7月、モンテリオ・ヤマガタへ期限付き移籍。2020年3月、 南ク SC への加入が発表された。その他の公式戦。ありがとうございます。